アロハー、皆さん、あやです。今日の動画では、もう結構前になってしまうんですけど、私の留学に関する、インスタライブを行ったんですね。それの、まとめというかフォローアップ動画を作ろうと思って今こうして動画を撮っています。まず私の経歴からご説明しますと、私は2016年の8月に日本からハワイ島に単身留学しました。留学した先はハワイコミュニティカレッジというヒロにある短大です。2年生の短大でした。で、ここに留学した理由は、私がフラ学科というところに入りたかったためで、その後1年フラ学科をやった後に、転機がありまして、その後は会計学アカウンティングに、専攻を変えて2019年に卒業しましたという感じです。で、皆さんから多かった質問にいくつか答えていきたいと思います。まず1つ目、ハワイ島ヒロってどんなところっていうご質問ですね。ハワイ島ヒロは、こんな感じで、とっても緑が豊かなところです。なんていうのかな、オアフ島とはまた別なんですけど、とっても雨が多いところです、ヒロは。そしてとても静かです。東京とか大阪から来る方は特に、すごく静かなところだなと思うと思います。そしてとてもハワイ島は広い島なので、車がないと自由に行き来はできませんが、ヒロの中は自転車とか歩きでいろいろ行けるので、ヒロの中で過ごす分には車とかは必要なく過ごせるような場所です。そして治安はいいんですかっていうご質問なんですけど、私はヒロにいて、すごく怖い思いしたこととかはないです。どんな人と付き合うかっていうのはどこにいても大事なことだと思うんですね。自分がどういう選択をして、どういう場所に行くか、どういう人と付き合うかっていうことによって変わってくると思います。全体的な治安はいいです。ただ夜はとても暗いので、外に出歩くことはお勧めしません。大学の1年は2学期制ですかっていうご質問ですが、そうです。まず8月に1学期目が始まって、12月の、クリスマス休暇前まで、続きます。それが1学期目で、そこから、2学期は1月から夏休みのに入る、5月6月に入るまで2学期目になります。次のご質問、留学費用はどのくらいですかというご質問なんですけど、すごく気になるところだと思います。ハワイ州出身の子と、メインランドからハワイ島のヒロに留学してくる子、そして私みたいに外国人としてハワイ島をヒロに留学してくる子、それぞれの立場で、費用は異なります。私がかかった費用はだいたい1学期につき1クラス10万円ぐらいでした。授業料だけでということなので、私はだいたい1学期に5クラスぐらい取ってたので、1学期に50万ぐらい留学の授業料がかかっていました。それに加え家賃とか、教科書代とかそういうものがかかってきます。生活費用はどのくらい、そうですよね、さっき授業料のことをお話ししたんですけど、生活費用はどのくらいですかっていうことだと思うんですけど、生活費用は、寮に最初入った時は1学期5、60万ぐらいはかかってましたね。1期5、60万で1学期がだいたい3、4ヶ月なので、それで5、60万って感じです。で、私はそれがちょっと高く感じたので、2学期目からはシェアハウスに引っ越しました。そこのシェアハウスは月なんと500ドルでお部屋が1つ借りられるところなので、そこからは自炊で生活費もとても抑えられたと思います。フラ学科の内容を教えてください。フラ学科の内容は、ずっとフラ踊ってるのっていうふうに考える方もいらっしゃるかと思うんですけど、実は、ハワイの大学、アメリカの大学全部そうなんですけど、リベラルアーツっていうんですね、っていうのがあって、リベラルアーツっていうのは一般教養も学びましょうっていうやつなんですね。なのでフラをやりながら数学とか英語とか歴史とか科学とかそういうのも一緒に取らなきゃいけないんですね。それが義務としてあるので、最初の1年目はそれに費やしてる時間が結構長かったと思います。フラ学科で特別にやることといえば、ハワイ語だったりハワイ神話だったり、フラのもちろんレッスンもあったりしましたね。フラは1年目は、
カヒコを学びます。そして2年目はアウアナ、うちは2年目は行ってないので、正確には私はカヒコしかやっていません。日本人はたくさんいますか？日本人はフラ学科の人は結構いました。一クラスに3、4人、私入れて2、3人そんなもんですね。そうで、会計学に移ってからは本当0人でした。私だけでした。大学を出たらハワイで働けますか？大学で出てたら、OPT という機関があって、自分の専攻を生かした職場で1年間留学生でも働くことができます。これはやってもやらなくてもいいんですけど、私はこの民宿披露っていうところでやりました。ハワイでの就職は大変？就職っていうのはその OPT 機関とは若干違うので、就労ビザっていうのを出してもらわないといけないんですね、会社に。それはやっぱり難しいっていうのを聞いてます。っていうのはもうすごく膨大なお金がかかるんですね、そのビザを発行するのに。なので会社側にとても負担があるので、特に重要な人材でなければなかなか受け付けてくれないっていうのが、現状みたいです。ただ、その OPT っていう期間をやってる間に結婚する人とか、あるいは4年生大学に進む人とか、いろんな選択肢が広がってくる人もいるので、その OPT をやることはとてもおすすめです。日本の会社に就職するとしてもそこで準備期間にはなると思います。英語はもともと話せましたか？英語は私の母が日本で英語の先生をやっているので、そこで習っていました。なのでとってもラッキーだったなと思います。でもこちらに来る前も自分で結構勉強はして、塾とかにも通って、来ました。ハワイ留学にどのくらい英語は必要？これはアメリカの留学全部そうだと思うんですけど、 TOEFL スコアっていう、基準点があるんですね。 TOEFL っていうテストがあって、TOEIC って聞いたことあると思うんですけど、それの学生版みたいな感じです。その TOEFL のスコアを何点以上っていうのを取らなきゃいけなかったので、それを頑張って勉強して、願書を出す前に、こちらの大学の願書を出す前に勉強して取りました。なのでその詳しいことはそちらを見てください。あとは、ハワイ島は日本語をホノルルのように通じないので、日常会話はもちろん、飛行機で空港に降り立った瞬間から全部英語なので、そこは自分で自信を持ってできるようにしてきた方がいいと思います。次に、大学の勉強は大変でしたか？というご質問です。多分大変だったと思います。日本の大学に行ったことがないので、それと比較することができないんですけれども、宿題は毎回とても多いし、リサーチペーパーって言っていろいろと文章をたくさん書いて送らなきゃいけないものとか、会計学の時は特に内容が難しいっていうこともあったので、そういうクイズテストですねに答えるための勉強をしたりとか、そういうのが大変だったかなとは思います。ただ今考えるととても楽しかったし、有益な時間だったと思います。英語力もやっぱりぐんと伸びたと思います。最後に、この動画を見てくださってありがとうございます。ハワイ島留学を目標にしている方、ぜひぜひ応援します。英語力だったり時間だったり、経済的なことだったり、乗り越えなきゃいけない課題はたくさんあるかもしれませんが、もうそれに匹敵するぐらい、それかそれ以上にとてもいい場所なので、来て後悔はしないかなと思います。そしてぜひ一度ハワイ島ヒロに来てみてください。そうするとどんなにここが素晴らしい場所かっていうのが分かると思うので、ぜひ一度遊びに来てください。それではこの動画終わりたいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録お願いします。